みんな始まるよー、アイライゼーションズーン。Yeah, I'm gonna call the one for now. Na 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 na. Break it, break it, break it. Na 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 na. Get it, call the one for now.このゲームはお題となる言葉と同じ韻を踏みながら11人が順番に右回りに言葉を叫んでもらいます。例えばお題が鮭であれば韻はあえですよね、はい、ということで、竹とか亀とかならクリアでございます。はい、そしてこれはラップ調でリズムに乗ってどんどん順番に行っていきます。はい、最初僕がさーけと言ったらみんなでヨーヨーというリズムに、合わせて時計回りで、時計回り、時計回りか、時計回り、時計回りで行きます。はい、で韻が出てこなかったり、まあ、無言だった人が罰ゲームありますよ。ありますね。罰ゲームですがあちらにあります。これです。え、回ってますね。回っております。回っておりますね。まあまあまあ、ホチキス、ホチキス。そんな痛いことすんの。皆さん分かりましたか。はい、はい、イエス。じゃあ1回戦僕からいかんか。うわ、むず。本番ね、これが本番ね。結構あれやな。本番、本番。お題は暇、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 いや、いや、いや、じゃあ行きます。あ、待て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 、暇、いや、いや、いま、いや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 、いか、いや、いや、きた、いや、いや、した、いや、いや、いた、いや、いや、いわ、いや、いや、いしゃ、いや、いや、ひな、よーよー、りーか、あ、あ、そうか、よーよー、言った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 、かも言った。お願い。わーごめん、あえぇ、見本見せますよ、罰ゲームの。これで皮膚、罰ゲームの見本。罰ゲームというかもう普通に、あの、何するんだこれ、髪止めてもらえばいいだけなんで、髪止めて全然怖くない。えぇ、これが罰ゲームなの。うん、もう罰ゲーム知ってる人の怖がり。だってまあ普通に考えたら何の罰ゲームもないから。いけいけいけ、落ちてとこでかすぎる。これまあ普通にいきますね。うん、あめっちゃ来るよこれ。眠れないよ。ビビるねこれ。怖ー。怖ー、煽るやん。もう一回やろうとし。やばい。もうやんなくていい。やんなくていいよそれな。負けた人から行くので僕から行きますね。はい。よー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 。はい、決めました。え？よーよー。おーに。よーよー。こーし。おーい。よーよー。ヨーヨー、ノリ、ポニー、ヨーヨー、帽子、ヨーヨー、コーリ、ヨーヨー、ホーシ、ヨーヨー、タニ。うわー、普通に間違い、それに関しては一番間違えてる。ちょっと待って、何人か何人か10代の時点から怪しい。おいって言う。おい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 、おいって何。おいってあるよ。あれよな、あの、おいミルクとかってこと。あ、違う違う、あの、トス、トス取ること、おい。あー、なるほどね。じゃあ、おい、おい、おいは食うやる。まあまあ、オッケー、いい。おいは、オッケー、いい。で、ポニー。ポニー、ポニー。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 いやいや、そっかの問題だよ。ポニー。どん変えてもダメで。え、なんで？ポニー。ポニーと？ポニー。ちょちょちょ待って。待って。よよよ。よよよ。よよよ。
オッケー、じゃあどっちも怖いな。どっちが怖いの？どっちやりたい？僕ルービックキューブでいいです。ルービックキューブ、あ、最初上銀のとこ上向けてください。銀のとこ上、銀が上で、上で、まあ、銀になっちゃうの。ルービックキューブあるある。ここを持って崩せば、うん、はい、もう普通に、え、普通に崩せ、普通に。まだ始まんないってこと？まだ大丈夫です。あー、うわー怖っ。うわあー、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 痛そう。出て出て、完成してる、完成してる、完成してる、すごい。じゃあ次、これやばそうだね、これいらんよな絶対。これいらんよ、神いらん。うわー怖っ。早く止めないと。じゃあ次が出ない。うえ、うわー、やだな、マジで。ああ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 あ。じゃあ3文字、3文字、じゃあ3文字言ってみる。 Yo Yo ラポネ、 Yo Yo 箱根。おお、ま、無理だ。もう行きましょう。これはもうダメですね。すごい、すごいよ、ありがとう、素晴らしい。罰を受けていただきましょう。選んだのはマジでビリビリ嫌いなんよ。押すときめっちゃ怖いですよ、ね、野球のランドみたいに行かないで、バッキーみたいな。いやもう本当にホッチキス。あ、もう普通に染める感じか。多めよ。あー、オッケー、ナチュラルに。多めよ。いや。伝達神経鈍りすぎてね。いや。いや。ナイス。せーよーよー、スイカ、よーよー。ペンファン君オフェンス、アウト、アウトです。ペンファン君これはどうなんかな、ビリビリは。じゃあオフェンスさんお願いします。手配手配手配、早っ。ちょっと楽しみ。イエーイ、イエーイ、イエーイ、どっち、イエーイ。来なかったの？え、来てるよ。え、すごくない？ずっと逃げて、やばくない？これマジでエレクトロ、ギャオの罰ゲーム全部大切にしてるかも。ちゃんと一歩いけるか確認したいです。僕ですか？あ、確認でね、誰か確認で、本当についてるのか。ちなみにあなたはさっき見たよ。お題が Yo Yo、 けが Yo Yo、 部屋 Yo Yo、 レア Yo Yo、 狭 Yo Yo、 ゲタ Yo Yo、 エラYo yo、 フェア Yo yo、 エマ Yo yo、 ヘタ Yo yo、 セラ Yo yo、 セガ Yo yo、 エア Yo yo、 ケサ Yo yo、 メガ Yo yo、 メカ Yo yo、 ネタ Yo yo、 ケアYo yo、 せーま、もうなかったよ、アウト、全然なかったよ、なかった、ヘアとか、どっちにする？3の方が簡単やと思うよ。オッケー、え、これ銀を親指でガッツリ押さえて、どういうことだ、ルービックキューブに回し方あったの？俺からちょっと銀のもの大体怪しい感じ。あー、銀の触ってない。あー、上な。
めっちゃやだ。これ今世界大会と思って。うん、世界大会。出れるんや。はい、行きますよ。やっても誰でも出れる。思いっきりね。ラストラスト。いきますよ。はい。これからだよね。はい。うん、はい。よーよー科学。よーよーアラス。おーよーよー座学。おーよーよー中う。よーよーバラク。よーよーわかんない。わかんない。わかんない。でも無敵やもんな。ルービックキューブ行くか。じゃあこれもあれ痛くなくて強いからね。痛い演技します。あ、スキルで電気耐性つけた。今度からもうちょっとちゃんとした罰ゲーム用意してくれる。はい、皆さん、インフミラップリレーはどうでしたか。難しかった。難しいし焦るね。これ焦る本当に出てこい。リヒトこれやってないね。やってないですよ。確かにだからうまいから。なぜならリップリングが、まあ、でもファインプレーありましたからね。リヒトのでしょ。いや、あそこ俺からの腰良かったね。やばかった、腰良かった、ね、でもなんか電気って腰に効くらしいよ。いやいや別に痛いとか言ってないよ。そうや、腰悪くないせーの以上インフミラップリレーでした。みんなもやってみて。アイアイステーション2。アイナイのお仕事を体験します。すごい、なんかここカラフルですね。めっちゃもうブラ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 めっちゃ落ちに入れろ。基本聞いた基本。じゃあ午後からは、はい、お二人には、一緒に池込みに行ってもらいます、はい、今すぐ近く の, あの毎週池込んでいる歯医者さんと、はい、あとは麻布の方にあるレストランに行こうと思います。お、出張。出張ですね、はい、で松田君にはあの接客と、はい、あとお店の手伝いを。接客のプロなんでお願いします。見せちゃう、見せちゃう、そうだね、見せちゃうよ。そんな感じじゃないんだ。ついでに、どうぞ。ついでに、ここですね。今日はあのお花を届けに参りました。正面向きですよね、こっちに対して。患者様とこんにちは。そうですね、はい。あと結構力入れないと出ないですね。いい音ですね。飲み物じゃないですよ。メインのお花が一応こっちのこういうやつだから。今来た。うん、そっかそっか、頑張れ頑張れ。何の確認。みんなの虫歯を治すんだぞ。すごいね。結構力いるなこれ。だよね、うん、大変だね。話しかけんといて。あ、ごめんごめん。なんで？オッケーです。オッケーですか？うん。そしたら花瓶を拭いてもらって。はい、ありがないですね。はい。すみません。お、綺麗。はい。来店で取りに来られるお客様がいらっしゃるので、そのラッピングを。ラッピングで、はい、イメージとしてはこんな感じでラッピングしていくの で, で、ね、はい、いや、はい、分かりました。これって結構だいぶ大きいサイズの花束になりますか。
めっちゃ働いてるやん。あれなんかもう帰ってきちゃって、あれれれれ、歯医者さん終わっちゃったのかな。こちらで大丈夫ですか、はい。なるほどね。はい、緊張しました。その辺から。大丈夫でしょうか。ちょっと向こう行ってもらって、せーの、いやー、次は行きましたうまくいった。こんにちは、失礼します。こんにちは、失礼します。お願いします。はい、はい、ちょっと新人です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、気合入りますね。うわ、なんかめっちゃこぼしそう、どうしよう。やっぱ反動が、反動が大きくなってきた。この辺までで大丈夫。失礼します。お、はい、やると、やると、待て待て待て、これ絶対こうしたかいいんじゃない、ね、はい、はい、入りました。高さ行きましたね。もう1本ぐらい入ってもいい。もう1本ぐらい、ユダ選びなよ。オッケー、じゃあこれでじゃあこちらですね。うん、なんかおる、ちゃう、高さをつけたのがポイントです。あ、高さですか。変えました。おー、次はここ行きたいから。これちょっと多いですよね、このくらい、うん、このくらいで大丈夫、このくらいで大丈夫、うん。おー、お願いします。これも、はい、ちょっと待ってな。あ、ちょっとそっち行かないでどうですか、うん、いい感じ、あ、いいんじゃないですか、すごくいい感じ、いいと思う。はい、これ一人で来た時は黙々と、そうこういう感じで黙々と、うん。この下のところ、こういうところ、なんか下、ここがあまり見えるとそんなに綺麗じゃないから。見えちゃいますね。そう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 。わあ。いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。すごくいい感じ。良くなった。良くなりました。うん、すごい素敵。どうやったの？すごく。で、ちょっとこうくっつけたらどうだろう。うん、この辺がもうこうなっちゃう。オーナー、すみません。完成しました。お疲れ様です。お待たせしました。いい感じで。大丈夫ですか？大丈夫そうですか？立体感があって、ありがとうございます。こっちは燃え盛るように商売繁盛という意味で、ちょっと強そうな感じで作ってみました、はいはい。でもこうちょっと段差とか分けて繊細な感じも表現してみました。はい、ありがとうございます、はい。こっちと打って変わってちょっと下に、牛下の方で分厚くなってるんですけど、オーナーのその優しそうな雰囲気をイメージしました。即興で、はい、ありがとうございます。イメージ通りです。ありがとうございます。嬉しいです。
いや、店長、喜んでもらえてよかった。ね、喜んでもらいましたね。人にね、なんか何かをプレゼントするの難しいな。難しいですね。なんドキドキする。ドキドキします。なんか、ほんまに喜んでくれてるかな不安が。いや、だんだん本当様になってきて。本当ですか。ずっと来てもらいたいぐらいです。あら、本当ですか。嬉しいです。来ますよ。本当に来ちゃいますよ。すいません。お花お願いしたんですけど。はい、わかりました。こちらで大丈夫でしょうか。用途は、お誕生日のお祝いなんです。誕生日で。はい。ありがとうございます。器に入ったアレンジメント型か花束かスタンド花。花束で、はい。ありがとうございます。花の。ご希望などありますか。春っぽいので春っぽい感じで。はい、これは何だろう。雪柳。あ、雪柳か。雪柳も、はい。はい。ありがとうございます。少々お待ちください。いいですか。はでは、はい、任せてください。ありがとうございます。失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、疲れたわ。めちゃくちゃ疲れたわ。いやー、素晴らしい。どうでした初お客さんは。いやもう思い出ですね。これは忘れないです。多分これはこんにちは。花で、花の大丈夫ですか。このご用途は聞いてもよろしいでしょうか。誕生日なので。あ、誕生日、はい、ワンちゃん、はい、あ、かわいい。ワンちゃんの誕生日。こちら花束かアレンジメントがあるんです。どっちがいいと思います。違いでしょうか。僕はアレンジメントの方が好きです。じゃあアレンジメントで大丈夫ですか。はい、アレンジメントでよいしょ。大丈夫かな。全然違いますね、これ。だけど、すごいこれ楽しいですね、やっぱアレンジメントは、うん、よかった。俺好きかもしれないです。すごい集中して。さっきあんなにうるさかったら完成ですかね。大丈夫ですか、これは。はい、ちょっと横すぎますか。あ、いや、大丈夫です。大丈夫です。こちらです。ダン。確認の方お願いいたします。はい、ありがとうございます。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。かわいい。どうだい。どうですか。どうだい。どうですか。かわいくない。あ、いい。お、めっちゃいい感じだ。ありがとうございました。ありがとうございます。あと来週の週末にちょっと花束を頂きたいんですけど、はい、来週の週末と今日で、はい、あと
と1本で。はい。1本で。はい。ありがとうございます。それでお願いします。はい。あ、こちらも大丈夫ですか？大丈夫です。はい。水を入れて。これぐらいですかね。で、これを縛って、セロハンテープで留めて、はい、もう慣れたもんですよ。嘘嘘嘘。袋に入れたんですね。袋を入れます。はい、あ、ありがとうございます。はい、では、じゃあ、はい、ありがとうございます。はい。あ、ありがとうございました。ありがとうございます。踊りました。いらっしゃいませ。ございます。いらっしゃいませ。何かお探しですか？お花買いに来たの。ちゃんと仕事できたんですか？しましたよ。でも噂によるとあのジン君あのちょっと緊張してあんま喋んなくなったって聞いた。うわやっぱ俺ら何なんだか緊張とか集中集中ね。知ってる？俺らがあっちでどんなんとか知ってる？俺らなんてめっちゃ静かやってる。自分のものになるんやったらまあ別にさなんかちょっとあれでもまあ別にいいやん。ちょっと失敗してもね。そう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 。でもお客さんのためにこう渡すだったらなんかめっちゃ違うくらい。今日何4人ぐらい来たんですけど。4人結構いらっしゃった、ね。なかなか大変でしたね。めっちゃ緊張しちゃう。めっちゃなんか不安になる。これ渡していいんかなみたいな。本当。なんかそれぞれあのいいところがあって、木村さんは。すごい気配りの人でなんかすぐ気づいていろんなことやってくれるっていう印象です。なるほど。助かりました。ありがとうございます。よかった。力になれて。力になれて。佐野くんは、はい、こう結構こだわりがあってあの自分のこだわりであの個性的なものを作ったりなんかアイデアが豊富だなと思って。おー、ありがとうございます。ありがとうございました。松田君は、はい、手先一番器用かなと。おー、嬉しいですね。今ので一気に悔しくなった。いやここをこうしたらもっとこうなるかも。インスピレーションみたいなのが、うん、なんかどっからそれで思いつくのか、ね、もっと磨きます。磨きましょう。確かに、はい。次はちょっとまたレベルアップしてくるんでぜひお待ちしてます。それでは今日本当に一日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。INI ステーション2あげないの？お仕事体験しまーす。バラバラ。はい、このコーナーはまだまだ芸能界1年目のひよっこの僕たちが世の中にあるさまざまなお仕事を体験して社会を学んでいこうという企画です。大事だね、はい、大事。いいね。今回僕たちがお仕事体験するために来てるのはこちら、はい、横浜八景島シーパラダイスです。横浜こちらの水族館で飼育員のお仕事体験をさせていただこうと思います、うん、ありがとうございます。今までずっと見る側やった、ね、そう、ね、自分たちが体験できるって裏側を見る、まあ、ないよね。いい仕事ですね。そう。4人はバイトとかなんか経験ある、はい、バイト。それこそ僕はペットショップやってて、うん、そうだ、うん、そうですね。あのいろんなワンちゃん猫ちゃんとかお世話してましたね。水族系は？水族系、熱帯魚の、管理とかをやってたので。完璧じゃん今日の企画に。俺ね、あのね、水族館のバイトを探したりもしてた。マジ？好きだからさ。もともと好きやったんや。そう、好き好き。いい、そうだからめっちゃ嬉しい。他のメンバーは？僕お魚系はないですね。僕は高校生の時に3年間焼肉屋さんでバイトをしてました。あ、マジ？あ、でもなんか家の近くにあの水族館兼動物園みたいなところあったんで、おうおう、そこには結構行ってましたね。へえ、うん、お魚さんとか自体はめっちゃ好きです。うん、僕コーヒーショップで働いてました。うん、動物と触れ合う経験はなかったんですけど、まあ、掃除とかは結構やってたんで、まあ、掃除は
まあ得意かなと思います、ね、綺麗好きやもんね、うん、いいね。自分バイト1回だけしかしたことないんですけど、飲食店の経験がでもほんの少しなんですけど。じゃあ3人は未経験ですね。未経験です、はい、です。じゃあ早速中へ行きましょうか、はい、こちらかこちらに行きましょう、行ってきます。アクアミュージアム行くぜ。うわ、なんかテンション上がるよ、水族館。ほら、また見てる、白イルカ。これ白イルカ、白イルカ、当てる。よっしゃ、うわ、神秘的、なんかすごい。イワシめっちゃ綺麗、大群。イワシの大群めっちゃ綺麗よ。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。水員の細井です。よろしくお願いしま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 す。ちなみに皆さん、飼育員のイメージってありますか？餌あげたり、あと掃除したりとか、そういうイメージです。じゃあ今日は皆様にお仕事をお手伝いしていただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ではまずはこちらに、はい、はい、お願いします。お願いします。それではこちらの中で動物さんのご飯を作っていただこうと思います。はい、はい、おーおー、皆様にはセイウチさんのご飯を作っていただこうと思いますので、はい、サバの三枚おろしをやっていただきます。はい、例のやつだ。例のやつ、料理人の第一歩のあれ。あ、そうだ、例の聞くやつだ。どんな風にしていくかと言いますと、はいはい、左手にこう安全のためにあの手袋をしていただいて、ここに包丁があります。で、この胸びれの部分をサクッといきます。で、半分にしてこのまま三枚おろしが入れます。おー、で、反対も入れてこうしていただくと、あ、切れちゃった。三枚おろしができます。こんな感じで。最近直撃の層が見たんで、おお、いいね。予習済みと。予習済みです。ここですね、はい、内側に斜めに入れて骨に当たりますので半分ぐらいで切ります。斜めに入れる、入れます。あ、骨に当たりました。はい、そしたら包丁の向きを変えます。変えて、はい、でこう手を切らないように気をつけていただきながら、あ、いい感じです、いい感じです。あ、そうですね、そうですね。あ、いいね、いいね。あ、いいね。おー、うまい。おー、いいね。はい、いいね。じゃあ、反対も同じように、はい、骨入れて、ちょっと失敗しちゃったかも。こっち難しいわ。そうですね、薄くなる方が難しいです。これちょっと難かった、はい、あ、これ失敗だ。わ、これ完全失敗。やばい。むずっ。そうですよね。そうですね。はい。お、お、いいんちゃう。いいね。いいじゃない。いいですか。おい、いい感じね。きれいに行きました。きれいに行きました。くるっとお魚していただいて。はい、そうですね。難関、難関。絶対難しい。難しいけど。いけるぞ。いい。絶対きれいよ、これは。お、いいんじゃない。オッケー、オッケー、オッケーじゃないですか。いい感じです。おー、はい、いい感じです。やった、いいね。これこっち向きで合ってますか？はい、そうです、合ってます。それでは、はい、サバをさばいていく。よろしくお願いします。はい、お願いします。いいんじゃないですか。あっ、あー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 、よしよしよし。おお、いいんじゃない、いいんじゃない。料理はよくするんですけど、魚をさばくっていうのは初めてです。なかなかないもんね。ここで初めてよ。来ました。すごいスイッチ入ったよ。来ました、料理長。これ注目です。 INI のシェフ、気をつけて、気をつけて。怖い、怖い、怖い。すごい。うまい、早い、うまい、いいね、早い、いいだし。気をつけてね。うまい、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 綺麗、綺麗、綺麗ですね。いい感じです。
これ今の働きますか、ここで。はい、働きます。マジですか。早かったです。ぜひ。すごい。でも魚さばき初めてなんですよね。あの、こちらの方を握ってちょっとイメージ。あ、見てやったんだ。めっちゃ早いんですよね。そうなんです。1日この瀬内さんだとこのサンマおろしを20キロ以上食べるので、3回ご飯を食べているので20キロかける3回で、それを1頭がその数なので、瀬内さん全部で4頭ほどいるので、たくさん朝さばかないといけないので、どんどん飼育員さんたちは早くなっていきますね。あの足の部分、ここを切っていただこうと思います。はい、OK です。ありがとうございます。はい、これはダメ味、はい、ちょっと触ってみて、はい、大丈夫です。これも大丈夫ですね。はい、大丈夫ですね。じゃあこれで餌作りが終わりましたので、お疲れ様です。でこれから2つのチームに分かれてもらいます。はい、で尾崎さんと高塚さんはイルカさんチーム、はい、はい、で後藤さんとテンパーさんはペンギンチームに分かれてもらいますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。嬉しいな。おもてなししてくれたんかな。これはおもてなし。ここがね、巣箱でお家なので結構長く多いので、お家の前結構汚れてますね。アイライステーション2!